いたよ、マリちゃん。なんで来るの？どうして？敵だって言ったじゃん。もういいって。なんでこんなとこまで来てくれるの？ありがとう。でもね、ダメなの。もう疲れちゃった。だから終わりにしたいの。ざけんな！それがどういうことか分かってんだろ？んなもん、簡単にはいそうですかって言えっかよ。マリさん、聞いてください。もしあなたがあの怪物たちの仲間だとしても、自ら命を絶つ必要なんてないはずです。二つのサギリはすでに倒されました。つまりあなたはもう自由だと思う？違うよ。私は君たちとは違う。私に自由なんてないの。言ったはずだよ。私が死ななきゃ君たちの世界が消えるって。私やサギリたちの役割は人の望みを知ることだけじゃない。私たちの本当の役割はね、人の望みに応えて霧を制御することだよ。霧を制御する？おかしいと思ったでしょ。何ヶ月も霧が晴れないなんて。サギリたちは霧を生み出し、私はそれを取り込むの。人を惑わせてシャドウに変える、あの霧をね。待った。じゃあまさか俺らの町から霧が晴れたのって？そうだよ。雨のサギリが倒されて、君たちの町を包んでた霧は不要になった。そしたら誰かの声が聞こえて、すべての霧が私の中へ流れ込んだの。霧はまだ消えたわけじゃない。今も私の中で暴れ回ってる。そんな、じゃあ霧はただ晴れたんじゃなくて、全部マリーちゃんの中に？心が完全に霧に飲まれた時、私は取り込んだ霧とこのうつろの森を道連れにして消滅するの。私は消えるための存在。それが私の取り戻した本当の記憶。それで世界は救われる。ええ、これで彼女がうつろの森に閉じこもった本当の理由が分かりました。もっとも到底承服できる内容ではありませんが。足りめえだぜ。じゃあなんだ、俺らの世界の平和はあいつの命と引き換えだったってのかよ。なの、むちゃくちゃじゃねえか。だからいなくなったじゃん。あったってしょうがないから。どっちも傷つくだけだから。もういい、もういいの。楽しくて幸せで、もういっぱい私だけの記憶もらったから。君たちが帰らないなら力ずくで帰ってもらう。お願いだよ。分かって。くそ、なんでそうなっちまうんだよ。どうすんだ相棒。分かった。絶対に助けよう。ここで諦めたら何のためにここまで来たんだか分かんないよ。うん、これ以上あの霧のせいで誰かが苦しむなんて絶対にダメ。私たちが最後までやらなきゃ。